受け取る時にやってみます。はい、はい、お願いします。してますからね、はい、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います、うん、そして DJ あゆがいから今日の出演アーティスト紹介してもらいましょうか。 Alright, let's get this show started、ライブで盛り上げてくれる総勢8組のアーティストをご紹介していきたいと思います。出演順に真由村千秋さん、SBS ラジオパーソナリティでもあるリオさん、渡辺博明、SBS テレビにも出演中の朝倉さやさん、マジックプリンス、そして関取花さん、ポセイドン石川さん、そしてアダムアット、はい、豪華なラインアップですね。いやー、はい、本当に豪華。そうです、ね、そんな豪華なラインアップになっているんですが、こちら昨日から松下開催していますよね、うん、こちらのメインステージ
ージだけでなく4つの商店街をまたいでいろんなブースステージが出ています、うん、ですのでここはもちろんですけれども会場内を行ったり来たりして皆さん楽しんでいただければなと思います、もう2日間開催されてるから昨日も来たよって人は、あ、結構来てますね、うん、15人ぐらいうん、少ないね、うん、今日はいいお天気で暖かいですね。でも今日のこのマチスタ音楽祭を楽しみに来てくれる人が今この会場にたくさんいらっしゃるということだよね。そうです、うん、マジックプリンス目当ての人なんかか弱い子ばっかだなお、戸惑うぜこんなにアイドルファンがいるとさね、ぜひみんなで一緒に盛り上げていきたいと思いますよ。一緒にもう怒号でブブンってみんな言ってくれよ、頼むぜ。よろしくお願いしますね、はい、よろしくお願いします、いたしますよ。さあ、またこの町下開催中の静岡市中心街おまちということなんですけれども、 NTT 西日本協賛によるモバイルスタンプラリー SBS 春祭り町下スタンプラリーサポーテッドバイ NTT 西日本を開催しています。こちらどんなスタンプラリーなのかと言いますと、町下の会場内に6カ所のポイントがあります。それぞれのポイントにある QR コードを読み取って SBS テレビと SBS ラジオの番組スタンプをゲットしてください。スタンプを6個集めると抽選でお待ちで使える商品券や防災ラジオ、アナウンサーパーソナリティのサイン入りグッズなど素敵な商品が当たります、うん、スマホをお持ちの皆さん、スタンプを集めながらぜひ町下を楽しんでいただければなと思います。そして、まあ、今これ、ね、ラジオでも流れてますんでね、はい、ラジオをお聞きの会場に来られない皆さん、はい、会場見たいな、どんな様子なんだろうと、そうですよね、気になった方、はい、ツイッターで写真や動画配信もしているということで、この場合はハッシュタグ SBS 町スタ、うん、ハッシュタグ SBS 町がひらがなでスタがカタカナ SBS 町スタで検索してみると動画や写真がバンバン上がってるんで、みんなこれをチェックしてみてくれ。はい、さあ、それからまたワイド FM ではクリアなステレオ音声で現在放送しています。周波数は静岡 93.9MHz、 浜松 94.7MHz、 三島 90.1MHz です。またインターネットでラジオが聴けるサービスラジコでももちろん番組を聞くことができます。スマホの方は無料のアプリラジコをダウンロードしてお楽しみください。ラジコも持ってるっていう方も多いんじゃないですか。どうですか皆さん、ラジコありますか。ラジコ持ってるよって人、もうやっぱね、ほら、そうですね、商店街の向こうまでみんな手を挙げました ね、7万人の人が手を挙げました今、はい、7万人いるかな、ここに。センキューセンキュー。いやでもどん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 今もう人も集まってきて、そうですね、いよいよ始まるぞって感じになっております。改めて今日盛り上がっていくぞ、最後まで盛り上がるぞ、マジックプリンス終わっても帰らないぞ、絶対帰んなよ、前の女子ども、みんなうつぶしちゃってるよはい、終わった終わったじゃないからな、最後まで絶対乗ってけよ、はい、ぜひ最後までね、お付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ最後はここのオープニングみんなで最後ブンブンでいきましょう。静岡市葵区青葉シンボルロードの会場から午後4時まで3時間公開生放送でお送りします。マチスタ音楽祭スタートです。ブンブン、あなたの生活にぴったりな
Nボックスでもっと快適な毎日へ。 Nボックスと暮らす全ての人に安心感を届けたい。だから全タイプにホンダセンシングを標準装備。静岡県中部東部を23店舗でネットワーク、ホンダカーズ静岡がお届けします。おはよう。静岡市のロレックスショップ静岡安心堂、上質な空間でおよそ400種類の多彩なコレクションの中からお客様のライフスタイルに合ったモデルをお選びいただけます。ロレックスアフターサービス正規受付店として様々な相談もお受けしております。ロレックスの世界観をご堪能ください。お待ちがスタジオ、SBS 春祭り待ちスタ音楽祭。マチスタ音楽祭、最初のアーティストは眉村千秋。眉村千秋です、よろしくお願いします。ご臨場ありがとうございます。本日のプログラムは終了いたしました。誠にごと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 に。これ生放送ちゃんとやろう。ルチって設定にしてやって、もんなも受け付けない、受け付けない、定時で終わり、今日もバリバリ働いて褒めてくれる人いない、おしまいのテロ予想してたらお尻が出てくる。ループすればなんだかリズム刻む、こんなことで笑える人間になりたかった。オーライダメだよと言われれば近くなる、そんな僕です。よろしく。ここは静岡ですか。おーい。
静岡ということで、今から静岡選手権を開催します。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、静岡選手権。私は世界進出をします。今年の紅白
お母さんワンピースで眠ることを忘れて踊る鏡を見てしかめつらちょっとやそっとで知らなそう小指の縫い目は見えなそうだが再来年はやるぞ先生この2人はナイスとミーチュもう終わっとくねえ時間黒田さん静岡初のライブということでしたけれどもどうでしたやってみてなんかなかなかノリがいいなと思いましたありがとうございます上からいったねだいぶ上からガツン行きましたけれどもだいぶ客席の方にも行ってらっしゃいましたよ ね, そうねラジオをお聞きの皆さんちょっと分からなかったかもしれませんけど客席の方まで入っていってね、うわーっと盛り上がってくれましたが月の役を探してました月の役を探してた月役、ね、何言ってるんでしょうかさあそしてなんといっても5月7日にメジャーデビューアルバム発売ですよメジャーデビューしますメジャーデビュー、ね、どこの事務所がそれを許したんでしょうかメジャーデビューどんなアルバムなんですかタイトルと、めちゃめちゃもんじゃっていうめちゃめちゃもんじゃそうメジャーだからいい感じな名前つきましたなるほどそれでなんとトイズファクトリーというすっごいすごいじゃん偉いところから出してくれてすごい騒然としてますよお客さんびっくりミスターチルドレンさんとかもそうよトイズファクトリーさんですよねミスチルの後輩だぜ期待の大型新人ですよ自分で言っちゃったねえ
何が笑っちゃうって笑い方が林家パーコっていうねあはははって言ってますけど、よく言われるんですよ、ね、でも楽曲もなかなかこう独特な歌詞とね、世界観は ねこれどういうふうに思いつくんですか私打ち込みで作ってて全部の楽器を自分で打ち込んで作ってるんですけど、だいたい生活の音から生まれて、うん、トイレのジャーって流す音をまず録音してみて、ジャー、ジャ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 とかしてみたり、うわ天才だわ、そういうところから作ってはあ、独創的ですね。これはね、なかなかとんでもない逸材が現れましたよ静岡のオーディエンス、ぜひね、眉村千秋今後もなぜか紅白狙ってるらしいから、はい、注目してほしいと思います。海外進出もね、はい、狙ってるってことだね。もう新市中って言っちゃってるもん、新市中って言っちゃってるからね。私会社もやってるんですよ、会社設立して会社やってんの、すごい。ライブで株売ってるんですか。株売ってるんですよ。あ、株券買えるならみんな一株1万円だよあの株式会社会社じゃないもんっていう会社て初めて聞いたわ。株そんなライトに株売ってんですね。そうですそうです。あ1万円でポッと買えるし、なるほど、株主優待チケットとかお得なことがいっぱいなんで、よかったら買って ね、はい、まだ前にもらって、はい、投資はし、はい、パフォーマンスおいアナウンサーアナウンサーだろうかお前は。まだまだね、眉村千秋さんのパフォーマンス見たいなっていう方いっぱいいるんじゃないかなと思うんですよ、うん、はいはい、このあと2時15分から565ステージ1号でもパフォーマンスがあるということなんですよね、うん、あそこの道です。そうです、もうワンステージ、そっちはもうあの時間が一切止まれませんのでねおそらく好き勝手やると思いますんで皆さんぜひ盛り上がってくれればと思います、はい、というわけで、はい、マチスタ音楽祭トップアーティスト、まずは眉村千秋でした。センキュー、お願いします。バイバイ。お待ちがスタジオ SBS